BPO 放送倫理番組向上機構は今日 NHK の BS 番組河瀬直美が見つめた東京五輪に重大な放送倫理違反があったとの見解を発表しました。番組ではある男性が金銭をもらって五輪反対デモに参加したと字幕をつけて放送しましたが、男性はデモに参加しておらず、金銭の授受も確認が不十分でした。さらにインタビューをすり替えるなど重大な過失があったと批判しました。